はい、みなさんこんにちは、ミカミックスです。ゼロ、濡れガラスの巫女、銃の雫、有根ですね、ルイを探すということでやっていきたいと思います。骨董屋から姿を消したルイを探し、山に入ったレンは夢でルイを見た場所、迷いがへと向かうということで、まあ、所持品はそのまま行きましょう。銃の雫、有根、北条蓮。レンは監視カメラに残された映像からルイが山へ連れ戻されたことを知る。ルイが消えた夜、レンは夢を見た。夢の中でルイが立っていた場所、そこは迷いが渡来亭だった。レンはルイを探し、氷上山へと向かう。渡来亭も幻のあれだからね、絶対行けるとは限らないよね。夢の中でルイが立っていた場所、あれは以前調べた民族学者の家。あの場所に行けば手がかりがつかめるかもしれない。ということで、どっからだこれ、全然わかんない。ケーブルカーで来たのか。トンネル抜け道、ちょ待って待って、わかんねえんだけど、どっからどう行けばいいんだ。とりあえずこいつも影見はできるから、え、どっち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 、ええこっちに行った。ち、全然違えじゃねえかよ、逆だし。ん、これなんだ、地図だとここには沼があった。え、そうだったっけ。もはや今どこにいるのかが分かんねえんだけど、氷上山のこれどこだ。こっちに向かってんな、こっちとか行ってねえし。でこっち、え、こっち、あ、なんだ、あれ、こいつカルタちゃん、まだいるか、結構早いな、来るか。なんかフェイタルになったんだけど、よくわかんないけど、もう一発行きたい。フェイタルのタイミングがよくわかんねえな。うん、消えた？どっちだ？あ、いた。あ、これ首かっってるシーンだな。これがよくわかんない。体力が減ってるわけではないけど、なんかめっちゃスローモーションになってんな。来るか？あれ？なんかフェイタルになった。なんか知んないけど、よくわかんねえ。フェイタルのあの距離が足んないのか、結構ノックバックして、あ、なんか知んないけど、なんか知んないけど、これフェイタルになるな。危険信号なのか、めっちゃいけんだけど。例によって体力が高くなってるよな。あ、死んだ。あ、ちょ、いけねえんだけど、すまん、見とってやれん。で、なんかアイテムがあるな。え、どこだ。とりあえずくぐっちゃおう。今のでフィルムを何枚使ったか。あ、フィルムがある。すげえあからさまのとこに怒ってんな。6124枚か。どうする？ 48 枚。61か。ちょっと射撃を確認しよう。充填がと3万でいけんのか。やっぱ充填だよな。61使っていくんだったらやっぱ充填が必要だから。で、これで？あ、こっちじゃなくてこっちなんだ。あ、そう。神社の方か。え、で、神社に入っていくの？だね。これ神社突っ切っていく感じか。あ、違う、下から行くのか。こっからやらされんだ。渡来亭に入っていくとこだよね。で、こっちでしょ。こんなんだったっけ。
人形がやっぱすげえやだ。え、硬ってなる。いや硬い。俺の体当たりでも倒れん。やるじゃないか。おお、くそ。どっから出てきたこいつら。誰か一体の仕業だな。許せん。白菊の文様が入った手記、白髪の少女のものだろうか。7歳までは神の血、7歳まで生まれてこないのと一緒。7歳になったら人間になってしまう。だから私は柱になる。7歳になる前に柱になれば永遠に生きられる。長く生きられないという私が宮間で常しえばなんなる。これで私は永遠に死ぬことはなくなる。だとしたら私は永遠に一人で中に入っていくと、体内洞窟。ここもいまいち道がわからんかな。まだアイテム回収しよう。ご神水か。まあ、こいつは強化レンズがあるわけではないので。闇に浮かぶ女、誰だ。顔が見えんな。よく61を使ってしまった。まあいいや。すげえ箱が、結構箱があるんだよな。このまま道なりに。え、どっち。勝手にくくちた。まあいいや。ここ例の箱置き場じゃねえかよ。引っ張るし、絶対1個また来るよ。逃げらんねえかな。来た。61の装填がやっぱり若干というかかなり遅い。これはもう、あ、もう早かった、早かった、早かったけど、いいで、捕まった。とにかく装填がめっちゃのた打ち回ってるけど、装填が遅すぎる。61の消えた。やっぱフェイタル狙いだな。61はもうフェイタルを狙っていくしかない。全然分からん。とにかく力、来るか。ここだ。いや、2発。うん、消えた。来るか。ちょっと待って待って、2発しかいけない。フェイタルが短いな。あ、ゆらゆら揺れてるときはまあそんなにあれするわけじゃないかな。倒した、見とってやろう。ギリギリ残りカスに触れる。絞りカスだ。ここ開いてるっけ。扉も開けずに行ったんだけど。これで渡らいてえか。ちょっと一回万葉を使おう。え、なんか声がする。で61、待って、もう一個反応があるんで。あ、いや、あいつがいる。こいつ超やだ、マジでやだ。背の高い女一番嫌い、一番怖い。で、こいつ何なの、なんでここにいるんだろう。そもそもそん、え、あ、相手の反応なくなったんだけど、あいつのことだったの。霊がいるよっていう。入れるこれ、なんか入れるわ。なんか早速あからさまに置いてあるんだけど、榊。こいつも一人でこんなとこに来たのか。この箱最後無視してったかんな。こんなとこから手出されてもさ、見えねえんだけど。またお前か。げっ、なんか2体いね。何こいつは量産型なの。
やばい、6、1、全然ダメージが通らねえ。あ、2体いるわ。待って、こいつは双子だな。あの、たまりが遅いのよ。ただ、2人は入れたいな。あ、1人死んだ。でも2人だとやっぱり、あ、死んでねえし。どうだ、どうなってる。とにかく電車入ってんだ入ってないんだかよくわかんねえ。来てる。ちょ、無理。肉を切らせて骨を断つ。2人入ったな。これ復眼でいこう。もうちょ、当たってんだかよくわかんねえし。遅い、マジで遅い。どちら来るか。ここだ。ダブルで入れたいけど倒したか。左は倒したな。どっちが1でどっちが2だか分かんないけど、トータルダメージこれって20か。うえな、61ってこんな弱かったっけ。いや、たまってないのよ。だからそのアップ、ちょ、待って、無理、回避。回避システム。これで26来るの。ダメだ、いつ来るんだか分かんねえ。どうなってる、ぐっちゃぐちゃだな。いや、61本当に遅い。ちょっともう一回上げたい。どうだ、来た。消えろ。回避できてんだかよくわかんないし。眼で行こう。倒した。すげえ使った、枚数めちゃくちゃ使った。触れる、最後の残りカスに触れる。これで今ポイントいくつになってる。13も全然まだあと1万くらい必要だ。ちょ、分かんなくなってきた道が。とりあえずこれを取ろう。ちょ、待って、お前じゃない。ルイの手帳、ここに来ている。あの時も来てくれた。だからまた来てくれる。待っている。待つことしかできませんと。なんかどっかやっぱフィルムとかこっち怒ってねえかな。足りない気がする。でもこれでさ、61で撮ってるからいけないんだよね。本当はこういうの全部07でいくのがいいんだけど、90が2枚か。まあ、最悪あの07は無限に使えるから積むってことはないけどね。時間かかりそうだけど。同じとこに置いてあんな、やっぱりフィルムとか。よし、24枚。ハードとかになっていくと取れる枚数がそもそも減っていくからね。結構減ってんな、よく見たら。あの箱の男、箱の双子にめちゃくちゃ消耗させられたから。複眼でやっぱ4枚使うっていうところかな。でここもさ、何気に迷路っぽくなってるから。こっちにアイテム、うわ、いる。やだマジでやだこいつ、ほんと怖え。あそこにもあるけど、ちょっと先にこっちのやつを取ろう。古いの、民族学者の手記。
山中の社で見つけた古き書物にはこの山に起きた最悪らしき記述がある。山を流れる水が汚れ黒い水に変わる。黒い水は滝となって流れ淵に淀み、黒い霧となって山を包み込む。霧を通した日の光は一夜を通して夕暮れのように赤く濁ったものになる。現世と因世の境が曖昧になり黒い霧の中で混ざり合う。今この山に水の濁りはなく霧が黒くなるようなこともない。この最悪は実際に起こるものなのか、戒めのために作られた遺体なのかわからない。もし過去に起きたものだとしたら何かの形で沈められた。突如山なりが起こり山を黒い影が覆ったように見えたとか、川の水が長い黒髪のように変わったのを見たとか、黒い水が山道を降りてきたのを見たというものもいるが真意は定かではない。今もこの山は水は清らかに保たれている。それは古い伝えを聞かせた者が見た幻なのかもしれない。でも山なりはもうしてるからね。こんなとこに眉を置いたんだ。2個で奥か、あれどっちから来た。いいんだよねこっちで。ちょっと待って、こいつしつこすぎだろ。何人だお前ら。でも一応はや、弾の速いな。安定感があるな14の方が。弱いけど、あもうすげえ顔でけえなこいつ。今更感はあるんですよ。全然戦いづらい。ここちょっと待って、いって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 、もうちょっと広いところに行こう。こっちで戦おう。で一回使う体力、やっぱりもう半分以上は絶対保っておきたい。さあどっから来る。来た。さて回避、もうマジで長期戦になるわ。ちょく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 ダメージを与えていこう。来るか、もらった。もう一発、もう一発来たい、もう一発来たい、もう一発来たい、いけた。これはかなりダメージが過ぎたな。来るか、なんかすげえ面が外れてる。ちょっと待って、またわけわかんないとこに来ちゃった。今あっちにいたな。こっちか、おお完全に面が外れてるわ。なるほど、来いお前のその。ちょっとあった、来た。え何してんだこいつ。ちょっと全部入れた。来るか、何してんだ。謎行動、いやめっちゃ増えてんの。しかしそれがお前の弱点だ。来るか、来た、痛い、遅かった。構えよ、ああなんかさ微妙に溜まってないのよ。致命的な100枚って何これ。つまり肉を切らせて骨を断つのを100回やったってこと。見とってやろう。さて今度こそあげられる。ちょっとあげとこう、もう重点をあげとく。よし、これでこれで61もまあ多少マシになったんじゃないか。枚数的には35の28か。また14でいけんな。これでも重点速度を気にすることはしなくていいから、箱、黒いシミが広がっている。てかなんてアイテムがあるから先にこれ取ろう。ちょっと待って待って待って、ターゲットが合わないんだけど、取るに。ちょっと待って待って待って、
一瞬で24枚、よし、OK で、これを調べよう。で、鍵とかされてないんだね。この水は冷たいのかどうか。冷たかったら最悪だよね。寒いみたいな。汚ねえな。うわ引き込まれた。ばあさん、ここはカメラさえあればどうにでもなる。カメラがなくなるのが一番嫌だからね。新しい手帳の切れ端、榊のメモか。榊の字とかわかんの？ここがどこなのか、どうやって来たのかもわからない。あいつに電話かけたのは覚えてる。あれが最後だった。あの時あいつが止めてくれれば俺はここに来なかったのかもしれない。もうすぐ式が始まる。俺はもうすぐ終わる。さて、とりあえず出るか。出れる。普通に出れる。で、ここも開けられるんだ。あ、こっから覗いてたんだね、あいつ。拾うってどれ？こんなところに。全然気づかなかった。青い表紙の古い本。麻生邦彦の記録じゃねえかよ。麻生博士。西洋の死後、写真は死者を飾り写したものだ。庶民にとって高価である写真は死後にようやく撮ることができるという。私が写影機を作り、弔い写真を撮ろうと思ったのはこの死後写真を見たから。死後写真には単に目の前の風景を記録として写す以上の意味が込められていると感じた。それは死や魂といった目に見えないものを写し取る。私は自分が求める写影機の制作に没頭した。目に見えぬ何者かも写し取る写影機。ようやく試作機が完成し、弔い写真を撮り始めると多くの依頼が舞い込むようになった。いろんな地方を回り、亡骸を写し、弔い写真を撮ってきた。弔い写真を写すたび、その魂を永久に現世に留めたと感謝された。氷上山のふもと、玉井、鮎川、片瀬、あたりでは特に喜ばれた。箱入り様と同じになった。だが私が求める写影機はまだ完成ではない。これではまだ見えている光を写したに過ぎない。見えない部分、影の部分を目に見えるように写し取らなければならない。そうして初めて見えない世界が存在することを証明できる。麻生邦彦、もういろんなところに出てくるよな。まあでもこいつの作った射影機のおかげで今俺たちは助かっている。鍵がかけられている。反対側、え、もう行けるとこなくね。え、これこっちだってさっきのとこでしょ。行けるとこねえんだけど。開ける。やだやだやだ、怖え。無駄だったな。は？いや、あっち側なんか行けそうだな。こっち側。あ、2階だったんだ。で、なんかアイテムないかな。調べる。器などです。写真がいっぱい。榊。拾う。花嫁選びの書。幽魂の婿は山の外より迎えられる。婿は常しえ花の姿を描きし、絵馬にて相手を選び、意中のものを告げる。女は婿の選びし常しえ花を呼び戻し、幽魂の間にて二人は合わせる。
共に棺籠に入り、共に終わる相手に選ばれることをトコシエバナたちは待ち続ける。自らは選ぶことができない相手をひたすら待ち続ける。それはトコシエバナの最後の時。オッケー、落ちた。これ何これ、絶対腐ってんだろ。赤いろうそくに灯された祭壇、婚礼を挙げる男女の絵。壁や天井にも無数の婚礼の絵が飾られている。どれも薄く汚れており古いものに見える。このろうそくとか永遠に灯ってんのかな。危ないよね、火事になんじゃねえか。もういっそのことここ燃やしちゃえばいいんじゃね。ろうそくガッチャーンってやって、なんかあっち側も行けたな。え、誰、あ、サカキビビってんな。そりゃビビるよな、俺にもできねえよ。なんか落とした、お前の意志無駄にはしない。え、なんか落としたよね、ノート。みんなノート持ち歩いてるメモとか。俺メモとか持ち歩いてねえし、震えた字で書かれてる。まあ確かにこういうのメモっておいても次につなげるのか。心臓を捧げよう、怖くて震えが止まらない。だけど行かなくては、彼女を選んだから一緒に終わらなければ。彼女はずっと待っている。ちょっといろんなところに行けて、どこへ行けばいいのか逆にわからん。アイテム、万葉、ここ、あ、覗ける。え特にさ、これさ覗いたら普通に終わるんだけど、これ襖とかもさ開けっぱなしにしとけよ。勝手に閉まった、自動ドアシステムだ。そうだ、これ全部自動ドアだったんだ。実は超ハイテク。げ、なんかロードが入った。飯が用意されている。あ、そっか、影見。じゃあ、あっちへ行く。ただこれを拾おう。花婿、流行絵師花婿の魂、柱となる花嫁と結ばれ、共に棺籠に入り、強き柱となりて流れる。流行の絵馬も成就し、魂なき花婿の体は忌み谷にて葬られる。祀られるか。流行に心乱れた男の魂は忌み谷にて無縁塚に葬られる。祀られる。ムクロは一人箱に入れられ、体内洞窟の底に葬られる。うん、2人、なるべく2人入れたい。こいつらなんかやたら待ってくるからな。あ、ちょっと待って、もう1体がどこにいるのか。2個しか入らん。だからこういう時になんか距離があるとダメージ当てやすいんだろうな。消えよ。トータルダメージ405とかすごくない。ゲッ、左右に分かれた、めんどくせ。無駄だ。もう一体どこだ。こいつはやっぱ防御力みたいなのあんのかな。こいつすげえダメージが通る気がする。一発で46。2人いた、やばいやばいやばい、ちょっとまずいです。倒れてるんですよ俺。くそ、行く出しやがって。いった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 、めっちゃ取りつかれてる。ちょっと一回こっちに背を向けよう。こいつだってワープしてくるからな。左のやつが今どこにいる。ちょっと左にいるな。しかしフェータル中だ、邪魔をしないでくれ。来た、いって
人でも当たんのか。でもこれ37枚、ダメージは通るけどチャンス。あれ2人死んだ。死んでね、シンクロしている。あ、倒した。早い、消えるのが早い。てかどっちだ、こっちか。でこっちか。めっちゃ広いとこに出てきた。ばあさん、いらっしゃいました。麻生様がまた来られるとは、こんなにめでたいことはない。ちぎりの相手はもう決まっておりましょうな。さあ、花嫁が待っておりますゆえこちらへ。え、なんで花嫁が待ってる。俺が決めんじゃねえの。勝手に決めんじゃねえよ。俺が選ぶぞ。さあ、ついていくしかないからな、今は。さあ、誰と結婚するのか。また自動ドアシステム。この花嫁は誰。騙したな。またこれ脱出、霧が濃くなってるけど。歩けるか。はい、先生。この刀、この刀持ってこうぜ。でも効かねえか、射撃しか効かねえか。ちょっと待って、また例のポイント、出力上げたいんだよな。全然ダメだな。まあ、歩けるかっていうか、むしろ走ってほしいからね、ルイ。わかった、ありがとう。これルイがさ、本当ついてきてんのかどうか分かんない。ついてきてねえじゃねえかよ。おい、早く来い。え、マジで来てなくね。え、いる、後ろに。いないよね。は。もういいや、置いてこう。
知らん。いや、やべえ、これはやべえな。黒いあれがある。箱詰めにされた男とかネタバレ感がネタバレ感満載なんだけど。来た、今ルイ来たよな。ちょっと全開にしよう。いいだろう、お前を沈めてやる。その前にこの火あんまり使わないよね、清めの火。なんかどっかで一回使ったけど。絶対いけないよ。あ、いけた。やつはまだあれか。で、どっから出るのこれ。普通に出れる。このまま出れねえ。射撃反応してる。副官やっちったよ。ああ、絵を取れってことね。鍵が隠されている。誰だよ今度は。は、意味が分からん。は、何こいつ。消えよ。556結構なダメージだな。来るか。あ、2人いる。さっきの手の人か。2人入れてやろう。仲良く苦しめ。1人死んだ。ちょっとこいつを見とってやることはできん。パンチ弱っ最後に触れる。もうここら辺の一般人大したことねえな。さて、ここの絵のどれかだろう。単純にこれでいいのかな。いや、ここら辺だな多分。これか。 この2人は何なのそもそも。なんで鍵になってんのこいつらが。来る。いや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 、今さ一瞬後ろ見えたよね、箱。いや、もうあからさますぎる。いいだろう。さあ、かきお前を払う。ちょっと待って、溜まってなかった。90が昼だまりになってんだ。邪魔だお前来い。見せてる黒線。全然ダメだ俺には黒線は使えない。あ、やばい、ルイちゃん。お前を許さん。ルイを襲うとは、これが90の力、特急の力だ。来るか、見せてやろう。黒線ガハハ。また早かった。もう黒線1回打てばゾーンに入るからね。ほら、これがゾーンに入った黒線の力。2発しか入ってし、これはもう4連射いけるべ。じゃあ4連射使ったらなくなるマジでなくなる。のた打ち待ってんな。倒した。国戦記録は0回でした1回も打てない。
潰されたメモ。あの写真を見た時から終わっていた。もう逃げられなくなっていた。寂しげな表情に見入ってしまった時、思わず引き込まれた時にちぎりは成立した。心が動いたら終わり、有効の相手として選んだことになってしまう。これから行かなくてはならない。彼女はずっと待っていたから。彼女が待っている場所はこの先にある。でも彼女が待っていたのは俺じゃない。そんな気がする。裁き払ってやった。じゃあ帰ろう。90使ったからそれなりにあれだったかな。早く倒したかな榊も。これどっちか 裏口。これ逃げろ。ケーブルか。めちゃくちゃ使ってんだこのケーブルか。攻めんだから来んじゃねえよ。憔悴しきっている。俺も眠い。眠くなかった別に。なんか毎日雨降ってるよね。もうそういう感じなのか。あれ起きてんじゃねえかよ。渡来店に足を踏み入れた蓮は、発見したルイとともに箱の中に引き込まれる。見知らぬ屋敷で目覚める蓮。白い老婆に導かれた先には花嫁姿のルイが待っていた。それは聖者と使者がちぎりを交わす有効の儀式。ルイの姿は黒い着物の花嫁に変わり、次の瞬間2人は渡来店に戻っていた。渡来店に戻ったルイと蓮は有効に失敗し変わり果てた姿となった友人榊と再会する。榊とともに渡来店は霧の中へ消えていった。よし。最近ちょっとポイント稼げてるからかな。有効。というところで10の雫終わりましたので、次は11読み子みゆちゃんですね。またやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録および高評価していただけるとありがたいです。